皆さんこんにちは、太郎です。本日は8月15日木曜日です。とはい、ということで本日もね、田んぼに来ております。いや、いいですね。はい、見えるかな、お水がね、はい、じんわりしてますね。いいですね。この割れた土の間に水がじんわりして放水状態になっております。いや、いいですね。理想ですね。はい、これですよ、これ。でちなみに草ネムを引っこ抜いた田んぼがこれの上で、それはこの下の田んぼなんですが、水取りのね、難易度、まあ、用水は同じ用水なんですけれども、同じ水系というかな、まあ、ただね、そう、取水の難易度がちょっとね違ってまして、まあ用水路から田んぼまでの高さというかね、まあ、そういったものだったりでちょっとね、はい、変わったりしますね。やっぱり水が入る入らないが、まあ、そういう水が入る田んぼを使って隣の田んぼ、こういうのに水を入れようとしたりと、まあ、いろいろしてるんですけれども、まあ完璧にはいきませんね。はい、ということで、なぜ今歩いてるかというと、昨日ね、草根も、取り除いた後にウイング回してたんですけれども、ちょっと作業頑張ってたら途中も体が動かなくなっちゃった。食切れなんて言えばいいですか、エネルギー切れ、もうね、プルプル しだして完全に動かないわけじゃないですよ、完全にエネルギー切れちゃったなって感じになったんですよ。なんかあれです、震えが来る感じ、わかりますかね、なんて言えばいいですか、ダメだっていう、力が入りづらい、状況になったのでやめました。はい、もうなんかトラックまで遠かったので、モアには申し訳ないですけれども、もうね、はい、その状態で放置と。はい、モアも、はい、もうこのね、刈り切れなかった草に隠れるだろうという想定でね、はい、ここにねいてもらいました。そのぐらいね、ちょっと今シーズン初めてのね放置でしたが、いや、そのぐらい体がちょっと昨日はもう来てましたね。動きませんでした。なんでかな、ゴルフがそんなに疲れたかな、昨日は。いやー、楽しかったですけどね。あれ、手袋がボロボロだ。そして昨日は草根も抜きすぎて、もうね、指の皮が結構むけちゃってね、野球のバットのスイングで結構指の皮を鍛えてたんですけれども、手の皮か、汗でふやけちゃった上に、それで、こうね、力を入れちゃったので分厚くしていた皮がなくなっちゃいました。むけちゃって、エンジンかけます。もうナイフも入れっぱなし。本当疲れてたんですよね。6時半頃だったかな、やっと涼しくなってきたという時間ではあったんですが、はい、諦めちゃいました。おっと、いけない、サムネイルを撮り忘れてたぞ。サムネイルをね、そうなんですよ、すみませんね、もう動画じゃないところで撮れようと思われるかもしれませんが、はい、ね、すみません、申し訳ございません。これもね、なんかね、そう考えてたんですよ、ここのね隙間に佇むウイングモアをね撮ろうと思ってたんですが、まあ、ちょっと動いちゃったな。よいしょ、あ、いいですね、かっこいいですね、今日も私のウイングモア、あ、いい、かっこいい、よし、さあ作業しよう。ふう、ここは刈払機で刈らないといけませんね、さすがに。結構あります、そういうところもね。まずは、まあ、地区というか、まあ、大体の範囲で判断して、範囲で判断、何て言うかな、
全部ってやってもね、なかなか、例えば全部ウィングも全部草刈り機ってやってもちょっと大変というかね、まあ、私もねちょっと作業が飽きないようにね、料理で言えば味変しながらね、はい、
てドライバーが大便になりにくいから、はい、けど隣のコースから打ったりっていうのはほとんどなかったな。
カネムの動画もね、たくさんコメントいただいております。ありがとうございます。全部ね、はい、読ませていただいてるんですが、すみません、ちょっと返すことが、ね、できておりません。ごめんなさい。ちょっとね、夜は、まあ普段夜、まあ、コメント見たりしてるんですけれども、ちょっとね、すみません、返せてない状況です。また時間を見てね、できればせめてハートマークだけでもね、思ってたんですけれども、それもね、今ちょっとやってない、できてない状況なので、またね、はい、私もできるだけね、コメントいただけたら、はい、返信したいなというのがありまして、まあ、それはなんでかというと、私はあんま人にはコメントしないんですけどね、まあ本当何回かコメントしたことあるんですが、やっぱり返してもらって嬉しかったんですよね。もうね、せっかくコメントいただいてるので、それとかあのハートマークもらったりとかね、何かこういう意思表示はしたいなと思ってるんですが、すみません、ちょっと今できてない状況です。夜はね、はい、まあゆっくりしたり、子供と仮面ライダーごっこしたりとね、ちょっとさっきちょっと忙しくてですね、仮面ライダーごっこが忙しいですね、最近は。はい、夜は結構は疲れるんですよね、子供との仮面ライダーごっこ。私はね、最近のキラキラした仮面ライダー知らないのでね、はい、仮面ライダーヒロシと名乗ってね、藤岡ヒロシさんをリスペクトしてですね、もちろんそんなライダーいないですし、その頃の仮面ライダーを知らないので、息子たちはね、むしろね、ちょっと人気です、子供たちから。仮面ライダーヒロシというとね、ちょっと子供たちが喜んでね、ヒロシやってと言います、はい、一応設定としてはね、めちゃくちゃ強いライダーとしてね、はい、子供たちに言ってます。で、最近のね、まあ、最近の仮面ライダー、私もよく知りませんが、まあ、その中で子供たちがお気に入りがあるようで、何々が強いんだよというので、そうだよって、仮面ライダーヒロシはそれと同じぐらい強いんだよといつもね、言ってますのでね、子供たちからもね、うわ、あれぐらい強いんだと一目置かれる存在になってます。子供たちが何々強いんだよって言ったらね、息子たちがね、あ、ヒロシも同じぐらい強いんだよといつも言うんですよね。うわ、ヒロシめちゃくちゃ強いじゃんと、はい、そういうね、もう子供たちからもね、大注目の仮面ライダーヒロシですね。名前もいいですよね、仮面ライダーヒロシ、なんか強そう。最近の仮面ライダーにはないネーミングでね、子供たちもね、何かそういうね、ちょっとね、すごい雰囲気を感じてるんじゃないかな、ヒロシから。で、必殺技とかはね、よく知らないのでね、ライダーキックとライダーパンチがヒロシは強いんだぜと、で、声真似してね、こうね、はーとか言ってね、子供たちにね、はーとか言うとね、喜びます、はい、これおすすめ。やっぱ子供たちね、知らないものに対する興味が強いのでね、はい、仮面ライダーヒロシに対してね、すごいね、強い興味と関心を持ってます。ぜひね、お子さん、お孫さんで仮面ライダー好きな人がいたらね、試してください。仮面ライダーヒロシ、もうね、最近の仮面ライダー知らないようじゃなくてね、仮面ライダーヒロシをね、出せばね、もう皆さんライダーになれますので。知らないの、ヒロシが一番強いんだよって言っとけばね、子供たちもね、びっくりです。はい、よし、ここ土手下だけど、もう稲もろとも買ってやりました、もう見えないので OK。 あー、
出たスズメバチ。待て待て待て、私に攻撃の意思はない。逃がして逃がして逃がしておくれ。今威嚇飛行してました。怖い。仮面ライダーヒロシでもスズメバチには勝てません。やば、バッタじゃスズメバチには勝てないよ。なんで仮面ライダーってバッタなんでしょうね。なんか別にカブトとかクワガタでも良かったんじゃないかなとかめっちゃ思うんですけど、なんでバッタなんだろう。私も田舎の子ですので、田舎出身ですのでね、まああまりバッタに魅力を感じないですよね、正直ね。やっぱクワガタかな。正直カブトにもあんまり魅力感じてなくて、あクワガタかな。やっぱりどうですか皆さんは。全く話変わりますけど、ここちょっと仕事の話ね。この田んぼね、ものすごくまばらだと思いますけど、ここね、食害がひどくて投げ込み捕食した田んぼですね。最初全然なかったんですけど、投げ込んでこうなりました。まんまでしょはい、投げ込み捕食まあまあいいなと、はい、思ったところでした。以上、仕事の話でした。もうね、あんま仕事の話してもね、まあいいんですけどね。いや、私もね、正直ね、毎日投稿してるのでね、正直、なんだろうな、あんまりね、ないんすよね、思ったことはすごい言ってるので、もう特段言及することもないし、なんだろう、本当、嬉しいコメントをいただきまして、ありがとうございます。なんか太郎さんのつぶやきで別にいいかなみたいなね、すごいといただきました。ありがとうございました。はい、いやすごい嬉しくて。そうなんですよ、もう私もね、ネタ切れとかいう考えもね、最近終わってて、なんかな、まあ、こう言っちゃ本当にいけないんでしょうけど、もう仕事の話をする気がほぼないみたいなね、まあ、昨日みたいな感じですね。草根も取りながらゴルフの話ばっかりするみたいなね、草刈りしながら草刈りめんどくさいとずっと言い続けるみたいなね。はい、そうなんですよ、もうこんな感じなのでね、もしかしたら私の動画を初めて見つけてくださった方はね、はい、なんか違和感かもしれませんが、まあ、こういうチャンネルですのですみません、よろしくお願いします。はい、まあ、けどね、唯一ね、はい、皆さんとね共感できる部分はねあると思うんですよね。いや、リアルリアルだとは思うんですよね、まあ、だよねと、まあ、最近はね毎日草刈りの動画投稿してますけど、ちょっとって聞いたら、豆の木が生えちょっかい取ろうとしたとよみたいなね、はい、
豆の木が生えちょっかい取り下すよと、はい、まあ、これ方言です、はい、豆の木が生えてるから取りに来たんだよというふうにね、もう一度言いますね、豆の木が生えちょっかい取りに来たすよと言われたのを、これね、豆の木、豆の木っていうのは豆の木が生えちょるかい、生えているから取りに来たつよ、取りに来た、取りに来たとよね、とよ、とよ、取りに来たんだよね、とよは方言ですね、はい、入った、すみません、すみません、ちょっと、はい、すみません、もう鼻水が限界です、枯れてるね、
夢中にされて、そういうドラマというかね、人間模様のところでは大人に呼吸するじゃないですけど、まあ、そんな感じなのかなと想像してますが、なんか子供ながらその人間模様とかね、そういうライダーたちをね取り巻く環境がね怖いなと思っててね、なんかこのなんだろう、ドラマじゃないけどドラマ、なんかそういう風に感じてましたね。なんか、なんかそういうロボットライダー戦うシーンは楽しいけど、ちょっとそれ以外は怖いなみたいな。この辺りも
つ。今日は、やっぱ書いてあるね。はい、ということで、本日も草をね、バンバン買ってまいりました。で、はい、まあ、届かない範囲、届く範囲あるので、はい、また、刈払機等もね、使用しながら、はい、草刈り進めていこうと思います。本当終わるかな？終わらんかもな。いいや、その時はね、いいでしょ。よし。はい、まあ、こんな感じなんですが、まあね、もう私もいいでしょと言った通りね、もう慌てず行こうかなと思います。本当ね、暑いので、暑いし、もう作業立て込んでるともうね、ちょっとね、うわーってなっちゃいそうですけれども、もう、はい、優先順位を決めて、できることをできる範囲で、で休憩をしながらね、今日は2リッターのペットボトル3本持ってきましたので、はい、もう長期戦ですね、長期戦。はい。それ覚悟でね、やろうと思います。ふぅ、暑い。皆さんの地域におかれましても、ね、くそ暑いかなと思いますが、もういつも言ってる通りですね、お互いに安全第一で頑張りましょう。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、うんと思った方もですね、いずれにせよ、コメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。